日本が進めている F2 戦闘機の次期戦闘機計画だけど、別名 F3 計画と呼ばれているみたいだね。この純国産を目指して計画されている F3 戦闘機と同時に配備される予定とされているのが、AI を搭載した無人戦闘機ってわけだ。日本も着々と防衛力を上げていかないとだからね。そうだね。さて今回はこの無人機などについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。それにしても、戦争の様子は記録されている100年前の第一次世界大戦などから比べると全く別物になったよね。塹壕戦などと呼ばれる悲惨な戦争を経て、たった一つの爆弾で何万人もの命を奪った戦争。そして現在はボタン一つで地球の裏側にいる敵を、顔を見ることもなく、名前を知ることもなく殺すことができる戦争になってしまったからね。自分が殺す相手の顔を見ることがない、効率的ではあるけど、非人間的な冷酷すぎる戦争が現実化しつつあるんだろうね。2021年5月、防衛省は現在開発中の F2 戦闘機の後継機として国産次期戦闘機と連携して使用される。無人機の実証機開発関連費を2022年度予算の概算要求に盛り込むという方針を公表したよ。この次期戦闘機は国内企業グループで開発を進めている機体で、2030年代半ばからの配備を目標としていると聞き、開発内容としては、作戦や任務遂行のための基本となるミッションシステム並走やセンサーなどを統合、連携させるや、インテグレーション統一、複合、一体化技術だけではなく、並走武器を統合する火器コントロールシステムなどについても研究を進めているんだって。無人機に関しては、蒸気のシステムとの連携は当然だし、無人機そのものの自立飛行性能も要求されているんだよね。自立飛行というのは、パイロットは常時操縦するわけではなく、遠隔操作で監視をしている、そして必要な時だけに操縦するということなんだ。ということは、この操作も自分が殺す相手の顔を見ることがなく、行われるということになるね。この無人機は次期戦闘機艦上で運用される見込みになっていて、作戦空域近くで射出され飛行し、より危険な前線空域に展開、搭載母機つまり次期戦闘機の、誘導コントロールに従いながら、自立飛行できると見られているね。無人機のメリットだけど、なんといっても、乗員パイロットの人命を守れるというのが最大のメリットだろうね。それだけではなく、有人機ではできない運動性能が十分発揮できるし、コックピットスペースが不要になるから、そのスペース分が小型化できるんだ。そしてパイロットがいないので、その分の重量が減り、となると、その分積み込む燃料も増やることになり、燃料が増えれば、航続距離は伸びるし、兵器の搭載量も増やせる計算になるってわけ。当然のことだが、機体の形状にも影響はあって、機体の凹凸が減らせるというメリットがあり、凹凸が減れば、ステルス性能向上に結びつくよ。経費の面でも、有人機と比べると必要経費は大幅に減ることになり、パイロットの人件費も削減され、そして極論だが、ミサイルのように使い捨ての戦闘機として活用することもできるというわけだね。使い捨てというけど、マスクやコンタクトレンズ、カメラじゃないから、注ぎ込む巨額経費を考えれば、簡単に使い捨てにしてほしくはないよね。廃棄された機体から機密情報が盗み取られるという恐れがあるという意見も散見するし、実は防衛省内では無人機開発構想が以前からあったみたい。航空自衛隊がアメリカから導入を進めている無人偵察機 RQ-4B グローバルホークのように、遠隔操作できる無人機研究も進められていると言われるし、遠隔操作できる無人航空機といえば、アメリカのグローバルホークと並んで有名なのが、アメリカ空軍が開発中の XQ-58A バルキリーだね。バルキリーというと、80年代一世を風靡したアニメ超時空要塞マクロスを思い出す方もいるんじゃないかな。戦争アニメと歌姫という異質なものを同時に存在させ、今に続く戦闘美少女という流れを作る一助になったと言われているよ。余談だけど、放映前にはヒロインの任命を宇宙のリリー・マルレーンと形容していたみたい。放映が始まったらこの形容は使われることがなくなったんだけど。さて、現実のバルキリーを開発した会社だけど、
アメリカの軍需産業界ではほとんど名が知られていなかったクラトス社だね。このバルキリーは AI を搭載し、亜音速飛行と長距離飛行を可能にした自立飛行無人機で、バルキリーの初飛行は2019年平成31年3月だったんだけど、初飛行の成功以来、何回もテスト飛行を重ね、2年後の2021年3月の6回目のテスト飛行で、ウェポンベイから小型ドローンを射出する実験に成功したと発表があったよ。バルキリーから打ち出されたドローンは小型無人航空機アルテウス600と呼ばれていて、アメリカ空軍研究所が提唱している低コスト消耗型航空機技術の一つとして開発されたもので、電子戦や信号傍受などを実行できる優秀な機体と言われているよ。アメリカ空軍は2019年に自立型無人システム実戦配備を目指してスカイボーグ計画を発表し、この計画の実現によって無人航空機群を組織化し、低コストで運用、維持が可能になり、紛争地域ではスピーディな行動ができる。敵に決定的な打撃を与え、侵攻が阻止できることになると述べているよ。では日本を見てみると、防衛省は無人機の運用範囲について、偵察機、戦闘機などあらゆる機種を想定しているみたい。コンピュータが機体設計を行うデジタルモックアップ技術を活用する研究を進めていると言われているし、次期戦闘機に付随する小型無人機もその研究の成果ではないかと見られているんだ。防衛装備庁は2016年平成28年8月、将来の無人機装備に関する研究ビジョンなる論文を発表していて、内容としては、航空無人機研究開発が中心だったんだけど、2019年以降は第三分類無人技術検証として遠距離見通し外の運用型無人機技術検証に注力する予定としているよ。その後は第四分類無人技術検証戦闘型無人機の開発を継続していくだろうと思われるね。この研究ビジョンによると、無人機研究については前述以外にも近距離見通し内での運用型、特殊飛行型、携帯型ドローンなどが挙げられているらしいね。そして現在もこのビジョンを基本にしながら、実態に即した無人機研究開発を進めていると推測されるよ。ここでドローンについて改めて振り返ってみるんだけど、一口にドローンと言っても、用途によって様々なものがあるよね。農薬散布、小型の荷物配達だけではなく、今回防衛省が公表した次期戦闘機と連携させる無人機の種類だけど、強引に表現してみると近距離見通し外運用型かつ携帯型無人機とも言うべきジャンルではないかと感じるよ。世界各国が無人戦闘機開発を進めている流れに乗り遅れないためだろうけど、日本の F-15J 戦闘機の近代化改修計画が膠着状態になっているから、アメリカより早く開発成功の可能性がある第6世代次期戦闘機と連携を進めようとするのは、ごく自然なことじゃないかな？パイロットの疲労を防ぐことができる無人機戦闘機開発については、日本のみならず全ての国が注力していると言ってもオーバーではない現状だし、2021年2月、アメリカ国防高等研究計画局はロングショット開発計画なるものを発表していて、同時に国内3社に、空対空ミサイルを搭載して敵を攻撃するためのドローン設計も発注したみたい。このドローンは有人機から操作するから、母機の有人機を敵機から防衛する盾として使用されることになり、搭乗員の疲労をさらに減らせるだろうと考えられているんだ。アメリカとロシアは、搭載可能なドローンタイプの無人機のほか、現在所有している第5世代や、第 4.5 世代戦闘機と遠距離誘導型無人機をセットにして、チーム体制で運用も図りながら開発を進めているらしいと漏れ聞こえてくるよ。こういった観点から見ると、日本は遅れているのではないかという声があるみたいだね。そう言われても、防衛費には限りがあるし、無人戦闘機にだけ使えるわけではないから、分腹茶釜ではないが、無人像に予算が湧いてくればな、とないものねだりをするのは日本だけではないと思うよ。だからこそ、限りある予算をあちこちに分散して消費してしまったら、全てが中途半端になってしまうのではないかと危惧する意見があるんだよね。今は、欲張ることなく、次期戦闘機の実戦配備を急ぎつつ、連携させる無人機開発を、同時進行させるということに集中するべきではないかと思われるよ。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。今年の護衛艦出雲加賀の改修工事に52億円がかけられ、F-35B 戦闘機艦載へ向けた空母化計画が進んでいることを、みんなは知っているよね。やっぱり現代において短距離離陸垂直着陸機のステルスは必要不可欠だよね。何にせよ、多額のお金をかけるんだからバッチリ仕上げてほしいよね。そうだね。さて今回はそんな護衛艦出雲加賀の改修工事について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年末の安全保障関連3文書の改定と閣議決定を経て、2023年度の日本の防衛予算案は6兆8219億円となることが決定しており、この額は2022年度と比較すると約 26% 以上の増加額となっているよ。さらに2023年度から2027年度までの累計防衛予算額は、現時点でも約43兆円を超過すると予想されており、この金額をベースに各種防衛装備品を調達するとともに、その配分が図られていくんだって。その予算内で国産の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型や当初防衛用の高速滑空弾、そしてアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの導入など、長距離攻撃を可能とする調達兵器の是非がマスメディアなどでも取り沙汰されているよね。こうした長距離攻撃可能なミサイル類の性能を理由に、かつては敵基地攻撃能力と捉えられてしまい、専守防衛を掲げる自衛隊が保有してはならない攻撃的兵器だという認識が批判する側の意識の根底に根付いていたからな。そのような意識を日本国民から払拭させようという狙いから、政府はこれらの長距離ミサイルを、スタンドオフミサイルと言い換え、しかも反撃能力と呼称することで国民を納得させて政治的に乗り切ろうとしているよ。そんな中で反対派の大批判の渦中にいたのが、海上自衛隊が持つヘリコプター搭載護衛艦 DDH の出雲型2隻であり、航空母艦を彷彿とさせる全通艦艦の光景は1番艦出雲の収益時から共産系メディアの攻撃の的となっていたんだ。出雲型護衛艦の収益は1番艦出雲が2015年3月、2番艦の加賀が2017年3月となっており、この当時は反対派からすると事実上の航空母艦であり、自衛隊が保有を禁じる攻撃的装備だという批判が絶えなかったってわけ。確かに出雲が収益を果たす前の2013年7月、共産系メディアが出雲型は、短距離離陸垂直着陸 STOVL を可能とするロッキード・マーティン社製の F-35 ライトニング 2B 型の運用を視野に入れていると報じていたね。当時の防衛大臣だった小野寺氏は、この報道を受けてその内容を否定しており、今、思い返せば世論の反発を危惧して、でき得る限り水面下で計画を進めようとしていたんだろうね。現状、出雲型護衛艦の空母化計画も2023年度の防衛予算案として決定を受けて、本年度分としては約52億円の改修費が組み込まれており、日本を取り巻く悪の枢軸国に対する安全保障対応は現実的な方向にシフトしていっていると言えるよ。出雲型護衛艦を航空母艦化することが功となったのは、2016年末に航空運用能力向上に関わる調査研究を募った以降であり、この委託業務は、出雲型護衛艦2隻の建造を担うジャパンマリンユナイテッド社が勝ち取ったね。その調査研究では従来、回転翼機の運用能力のみ付与されていた出雲型護衛艦に対して、無人航空機や F-35 ライトニング 2B 型など固定翼機の運用が公に検討される運びとなっていたんだ。2017年末には防衛省が航空自衛隊の装備品として、従来の F-35 ライトニング 2A 型だけでなく、B 型の取得も検討中であることが伝えられ、出雲型護衛艦の航空母艦化はこのあたりから具体的に進んでいったってわけ。そして、2018年末の防衛計画の大綱では、これから航空自衛隊が保有する戦闘機運用の柔軟性をさらに向上させるがごとく、必要に応じて既存艦艇から STOVL 機が運用できるように考えていることが国民にも明かされたね。
同時期に防衛計画の大綱の内容をより具体的に記述した中期防衛力整備計画においては、STOVL 機を運用するための既存艦艇として考えられているのが出雲型護衛艦であると明記されたことにより、その方向性を決定したよ。2013年7月の共産系メディアによって、出雲型護衛艦の航空母艦化の可能性が報じられたことを振り返ると、実に5年以上の歳月を費やして徐々にその実現を図っていたことが浮き彫りとなり、何事にも段取り八分というのは大事だよね。2018年末の中期防衛力計画により、出雲型護衛艦の航空母艦化が明記されたと入っても、同艦は改修後も従来の任務を継続すると伝えられたため、対潜哨戒用の回転翼機を運用する欲張りな手法を取ることが明らかとなったんだ。また自衛隊が保有を禁じられていた攻撃的兵器の具体例にも変更がないことが強調され、一応その具体例とされる兵器は長距離爆撃機、大陸間弾道弾ミサイル、航空母艦であるが、出雲型護衛艦は攻撃型の航空母艦ではないという認識を政府は示したよ。この当時出雲型護衛艦は航空母艦化改修後も、区分的には攻撃型ではないから自衛隊が保有することは問題ないとする理論は、日本国内では政治的な解決策として意味を持つかもしれないけど、当然のように中国等はそれを見逃すことなく日本が攻撃的軍艦を持つと示唆したんだ。しかし、自衛隊の存在自体を軍隊ではないと規定している日本の体制を、諸外国が認めているか否かという根源的な問題にも発展するかもしれないけど、対外的にも日本のへりくつを真剣に受け入れる国家は皆無と言ってよいだろうね。日本の国内において、いつまでこのような政治的なレトリックが続くのかと理解できないが、ロシアのウクライナ侵攻を目の当たりにした2022年2月以降、日本国内でも反抗戦力を持つべきとする見方は確実に増えているはずだよ。その反抗戦力となりうる出雲型護衛艦の航空母艦改修において、1番艦の出雲が2020年度から、2番艦の加賀は2021年度から予算上も含めて、確実に着手されており、これは自衛隊で定められた両艦の5年ごとの大規模な定期点検に合わせて実施されているよ。この航空母艦化改修は2度にわたって大規模点検に合わせて実施され、次は出雲が2024年度から始まり、2026年度内に完了するのに対して、加賀は2026年度から始まり2027年度に完了するとされているんだ。本来は1回目の航空母艦化改修工事で出雲から先にしようとしていた点として、外観上に見える大きな変更点である飛行甲板の拡幅と、それによる艦首部分の形状変更は行われず、これは2回目に実施される予定だね。逆に加賀は現在進行形で実施中の1回目の改修工事において、この飛行甲板の拡幅とそれによる艦首部分の形状変更がすでに完了しているため、2回目の改修工事は期間が短くなると見られているよ。現在の航空母艦化改修の日程から想定される実際の稼働としては、出雲が2027年度、加賀がそれに若干遅れる形だろうと見られ、現時点からは少なく見積もっても3年ほどの期間を要することになるだろうね。また、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能とするためには、物理的な航空母艦化改修の完了だけでなく、なぜか各艦艇が個別にアメリカ本土のノーフォーク海軍基地に出向いて適合テストで認証を得なければならないんだよね。しかも出航準備と並行して航空自衛隊では F-35 ライトニング 2B 型の調達を進めており、現時点では総数で42機が導入予定とされ、2023年度の防衛予算案の中には同期の8機分の調達費用約1435億円が含まれているんだ。予算上では2020年度から2022年度までの合計で、F-35 ライトニング 2B 型の調達は12機だったため、2023度の8機分を追加して、ようやく20機分の予算が確保された状況だね。最初の F-35 ライトニング 2B 自体の配備に関しては、宮崎県のニュータバル基地を候補地として、2024年から開始される運びになっており、それ以後は STOVL 機を活用した、出雲型護衛艦への発着艦テストも逐次開始されていくだろうね。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。日本では今年2023年は最大で9連休とも評された大型連休だったけど、その間の5月上旬に東洋有数の貿易港として名高いシンガポールでは、4年ぶりに主として海軍や海防組織に向けた展示会イムデックスアジアが開催されたね。軍事マニアのみんなにとっても、きっと充実した大型連休になったはずだね。今回のこの展示会はイムデックスアジア2023と銘打たれ実施されたもので通算では13回目の開催を数え、シンガポールのチャンギエキシビションセンターにおいて60カ国を超す国々から1万1000名以上の参加が実現した模様だよ。そうだね。さて今回はそんなイムデックスアジア2023について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イムデックスアジア2023には13カ国の参加国から22隻の艦艇が派遣されており、その中には日本の海上自衛隊も含まれ、同隊の最新鋭の護衛艦である最上型の2番艦熊野もチャンギ海軍基地にその雄姿を見せていたよ。熊野は昨年2022年3月に神奈川県の横須賀を母港とする掃海隊群に配備されたばかりで、1番艦最上も同部隊に翌4月に加わっており、これまでの護衛艦と一線を画すステルス性を前面に出した艦影が特徴だね。最上型護衛艦は3番艦の城が2022年12月、4番艦三熊が2023年3月にともに長崎県の佐世保を母港とする、護衛艦隊の第13護衛隊に配備され、日本の東西に2隻ずつが割り振られた形となっているんだ。今回のイムデックスアジア2023への熊野の参加をめぐっては、日本の SNS 上などにおいて一部では、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦が派遣されることをいぶかしむ意見も散見されたが、この程度の行為で他国に性能を把握されるとは思えないね。でも自国の情報が漏洩することを危惧する声があることは良いことだね。それだけ軍事的な面について考えている人たちがいるってことだから。うんうん。ただ大半の行動が取得されている潜水艦であれば、個別に異なる音紋を他国に収集されるというような危険性もあるだろうけど、ステルス性を高めているとはいえ水上戦闘艦は容易に目視できてしまう存在だからね。したがって敵のレーダーに察知されづらいステルス性を追求しているからといって、その効果がこうした展示会への参加で損なわれる可能性を論じても無意味で、むしろこうした最新鋭艦を海上自衛隊が装備していることを知らしめる効果の方が優先させるんじゃないかな。あえて知らせることで抑止力となりうる方向に進んだわけだね。そういうこと。最上型護衛艦は海上自衛隊の艦艇としては初となる FFM という新たな艦式号が付与されているけど、これは艦の規模のフリゲートと多用途マルチパーパス、機雷マインの M から取られたものだと説明されているよ。この FFM なる艦式号が示す通り、最上型護衛艦は従来まではもっと小型の掃海艇が専門に担っていた。対機雷戦闘能力を備えている点が大きな特徴であり、対艦対空対戦を含む任務の多様性への対応を目的としているね。ただし最上型護衛艦の兵装は62口径 127mm の MK45 単装砲1機、4連装の1と7式艦対艦誘導弾2機、そして16セルの MK41VLS 垂直発射艦などとなってるが、兵装たる VLS 垂直発射艦は、しばらくは対戦用のロケットだけの搭載だとされているよ。これは VLS 垂直発射艦で運用する長射程の艦対空及び艦対艦ミサイルの選定に時間を要するためとされており、かつ予算の都合上そもそもの VLS 垂直発射艦自体の搭載が後日対応であり、その点は確かに心もとないね。また最上型護衛艦の16セルという VLS 垂直発射艦の数も、日本の仮想敵国である、中国海軍の 054A 型ジャンカイ2型フリゲートや、ロシア海軍の、アドミラルゴルシコフ級フリゲートの同32セルと比すれば半分に過ぎない点も事実だね。こうした最上型護衛艦の軽兵装は中国の SNS 上などのコメントでは当然のことのように揶揄されて入るけど、海上自衛隊としてはこのクラスの艦艇二重兵装は、
不要と判断していることの表れでもあり、一概に断ずべき部分ではないのだろうね。また最上型護衛艦が就役を始めた時点においては、等級は最大で22隻という大量建設の可能性があることも指摘されていたけど、2023年1月末に2024年度からはさらに新型の FFM の建造が予定されると判明し、12隻で終了することが確定しているよ。ただし個人的には新型 FFM とは言うものの、最上型から抜本的な変更が行われるとは考えにくく、これまでに判明した最上型の改善点を盛り込んだ形で、自動車でいう大規模マイナーチェンジ的なものに相当するのではと予想するよ。さて今回のイムデックスアジア2023に参加した熊野だけど、そこでイギリスの軍事専門誌のジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー誌の取材を受け、UUV 機雷探索用に開発された無人機の運用が開始されていることが判明したね。この UUV 機雷探索用に開発された無人機は三菱重工業者が製造を担当し、2013年から2016年の期間をかけて開発されたもので、海上自衛隊での正式な装備名称は OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機と呼称されているよ。ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー氏の取材で明かされた内容によれば、熊野のみではなくこれまでに就役を行った4隻すべての最上型護衛艦でこの2023年3月以降、OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は運用が開始されたというんだ。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機の特徴は、水中を自立的に航行して様々な種類の機雷を探知する無人機であり、全長は 4.0 メートル、全幅は 0.5 メートル、総重量は 0.9 トン、水中での最大速度は7ノットとなっているね。機雷は製造コストが安価な割には、敷設されてしまえばその海域を比較的容易に海上封鎖することが可能な兵器であり、かつ近年では新しい技術を取り入れた発見が困難なステルス性を持たせたものや、海底に埋没させる形式のものなどが登場してきているよ。こうした新型の機雷の前には、従来の掃海艇のように自らがその敷設された海域に入り込んで、除去を行うことが著しく困難となっており、有人の掃海艇では、対応が難しいそれらの機雷に対し、新たな対処方法が模索されてきたよ。そこで開発されたのが OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機であり、探知自体が難しくなった機雷を広い海域に渡って自立した航行を行うことによって、万一の際の人的な損耗を防止しつつその探知を行う任務を遂行するんだ。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は、2種類の異なる周波数帯に対応した合成海溝ソーナーを搭載しており、低周波に対しては日本の NEC 社製、高周波に対してはフランスのタレス社製のソーナーを採用しているみたい。日本の NEC 社製、フランスのタレス社製の2種類の合成海溝ソーナーによって、機雷そのものはもとよりその埋没した海底の地形の情報を取得することを可能としており、この仕組みを備える UUV 機雷探索用に開発された無人機としては世界初となっているね。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は、昨今の海上自衛隊の潜水艦と同様に、本体には高度な姿勢制御が可能な X 舵を備え、充電方式のリチウムイオンバッテリーを動力として、4ノット航行ならば最長でおよそ9時間に及ぶ駆動を実現しているんだ。こうした OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機が持つ機能は、フランスの大手軍需関連企業である、タレス社の技術が用いられていることは比較的にメディア等への露出も多く、知名度も高いものと想像されるね。かたや日本の NEC 社はこうした軍需用途への参画はあまり大々的には取り上げられていない気もするが、今年2023年3月中旬に千葉の幕張メッセで開催された DSEI JAPAN 2023では、同社のブース内で OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機の模型が展示されたよ。日本の防衛産業に製品を開発している企業は、どうしても自衛隊のみが供給先であるため製造数量が限られ、商業的には採算が合わないことが多く撤退企業も後を絶たないが、
NEC 社には防衛産業分野でさらなる協力を願わずにはいられないよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。